最初の純白アイドル、私たちサミューです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はですね、毎週木曜日19時から、私たちサミューが生放送でエンタメニュースと CD ランキングの情報だったりとかを、わちゃわちゃしながらお届けしていこうという番組なんですけど、その名も週刊わちゃわちゃ通信。はい、そして略してわちゃつー。わちゃつー。はい、このわちゃつーの MC を務めます、はい、奈良が生んだピカピカ関西娘、やちゃんこと小林優衣です。お願いします。はい、そして毎週 MC のやーちゃんをお手伝いする密着当番、今日は私、胸キュンキャラメルボイス、あやなこと、木下あやなです。よろしくお願いします。お願いします。あやなね。はい、あやなです。そう、あやなが2回目なんですけども、はい、このね、2回目です今日。うん、そう、2回目。前回ツッコミが多かったんですけども、このね、週刊わちゃわちゃ通信、勘を間違えておりまして、私、勘違いしちゃって、勘だけに勘違いっていうごめんねそう、勘違いしてて、新しくこう書き直したんですけど、書き直したっていうかね、書き足しただけだね、これ。書き直したの、書き足しただけ、書き直したの。なるほど。でね、あとは、なんかね、この、わかる？パソコンの、このコメントを拾ってます PC なんですけど、はいはいはい、この漢字とか英語とかに困ったら、皆さん私たちを助けてください。お願いします。ぜひ。そしてそのコメント拾ってます PC が今固まっておりましてですね、そうですね、コメント拾えない状況拾えない状況になってますね、はい、私このままニュース読んだらちょっと不安です、とても。そうですね、私たち多分パニックを起こしてしまう可能性があるので、お助け携帯お助け携帯がやってきましたね、はい、おー、はい、ありがとうございます。はい、それでは、ね、1回目のやつは見てくれてた、はい、ね、ちょうどその時見れなかったんだ。なんで？1回目、記念すべき1回目の放送やん。なんかお仕事してた。あ、ごめんなさい。なるほどね。でも、やったことはきっと、まずハルルンがメガネかけて、そうそうそう、ニュースを読んで大変だったことだったりとか、そうそう、読めない事件がね、多発したりとか。そう、私それすごい不安なんです。でも、あやのは大丈夫です、皆さん。そうやってハードル上げたらさ、あやのは読めます。やめてください。はい、やめてください。お願いしますね。じゃあ、それでは、はい、早速、一つ目のコーナーに行きたいと思います。はい。芸能デスクのエンタメ1週間。イエーイ。はい、はいはい、毎週コンビとなる相方、今日はあやなに芸能デスクとなってもらって1週間のエンタメ情報をお伝えしていきたいと思います。はい、準備はいいですか？もうね、皆さんこれね、多分もう2回目やから気づくかもしれないんですけど、これ定番。はい、お任せください。はい、まずは11月6日から昨日11月12日までの1週間の主な芸能ニュースをお伝えしたいと思います。今週の主なニュースはこんな感じになっています。じゃんじゃん。どうですか、全体的に。はい、それではまずは1つ目のニュースから早速いきたいと思います。うん、はい、それではいきたいと思います。お願いします。11月6日、はい、きます。うん、いいよ。世界一簡単定番年賀状2015がトップ5入り。お、関連本上位設計。関連本もう噛むな。もう噛むな。頑張る。とても滑舌が悪いですが、週刊本ランキングのブック総合部門では2015年版年賀状用素材集世界一簡単定番年賀状2015が先週付けの3なあ、そのキャラやめればそのキャラやめればこのキャラつらい、やめていい、うん、やめていいよ、やめるよ、もう絶対死んだ、続き進むわ、やめる。いい、はい、普通で5位、35位から5位に上昇してトップ5入りしました。はい、毎年ですね、この時期から年末にかけて、
その動きが本格化しそうです。はい、はい、これもうこれ1個読むのに大変だな。これ大変やな。もうキャラもう1個目にして崩れちゃった。皆さんもうこれ入ってますか、頭に。大丈夫ですか。まとめるとこれ年賀状の2010からトップ5入りしましたよっていうこと、うんうん、そうですね。でももうだってね、年末早っ。年末年始の話がもう進んでますから、ね、早っ。年賀状書くの、やーちゃん。あー書くかな。いや、うん、先月だって。去年そう、うんうん、去年は書いてない。おお、でも去年はサンミューメンバーでさ、年賀状書いたくない。あれ書いた書いた書いた、ね、みんなで、ね、手分けして、そう手書きで手分けして手書きで書いたそうそうそう。でもめっちゃ多かったよ ね。なんか今年もやるんじゃないね。楽しみね、はい、楽しみね、うん、楽しみで皆さんからもね、なんかファンの方から年賀状が届いたりだとか、はい、めっちゃありがたいです、ね、またお待ちしてます。はい、待ってます。、はい、同じくミカのニュースです。はい、三山ひろしさん、演歌×けん玉を世界に発信、うん、ということで、演歌歌手の三山ひろしさんが自身初のベスト版三山ひろしファーストベストあやめ友情ひと恋酒場を5日から世界108カ国の iTunes ストアで配信開始しました。ダウンロード特典として新曲あやめ慕情に合わせてけん玉を披露するムービーがつくことが分かりました。はい、日本けん玉協会会員で2段の腕前を持つという三山さんがですね、2段そう、どんぐらいなのか分かんないんだよね、2段って言われて。でもなんか響きがすごい、うん、すごそう。2段やで、2段、うん、2段のね、腕前を持つっていう三山さんが、はい、今年の2月に東京の渋谷で開催した、うん、その曲、同曲の発売記念イベントで、はい、けん玉を披露したことがきっかけだったということです。ほえ、うん、じゃあ、うん、あれじゃない、けん玉、うん、ってさ、うん、でも流行ってるよな。流行ってる、すごい、すごい。世界に発信ってすごいね。でも、うん、世界に行っちゃうんだ。で、その世界にもともとね、その世界に発信したっていうのが、うん、日本の伝統芸能を若者に伝えるためのパフォーマンスだったそうなんですけれども、はい、なんと海外の方からお褒めの言葉をいただいたのがきっかけということで、三山さんはですね、この楽曲で紅白に出演できたら嬉しいですと力を込めましたとのことです。なるほど、うん、けん玉って日本だけの、わかんない、そうなんだ。え、日本のおもちゃ、うん、え逆に日本だけのおもちゃの、そうだよ、多分すごい。でもここにいいところにけん玉そう、先週もあったんでしょ、聞いた、見つけた、いいところにけん玉、先週もこんなところにけん玉あたかもあたかも、分かってたかのように見てあるけん玉がね、うん、これでもあやなは、うん、なんかこうさ、アイドルのさ、イベント、ライブのさ、企画でさ、うん、けん玉の企画があった、あったあれでさ、うん、なんてやったこともないあやなちゃんが優勝したという、そう、なんか奇跡的に7回連続で乗ったっていう、うん、そのなんていうんだろう、ことがありましてですね、一回やってみようよ。そうですね、でその奇跡をみんなの前で見せつけよう。そん、よし、行こう。本当に言ってる？で、あれ以来本当にやってないよ。ちょっと、でも本当にやったことないから、結構紐がビーンってなる人やからさどうするちょっと、でもここでやったら私がさ、ちょっとさ、巻き込まれる事件みたいな、だからさ、うん、ちょっと焦がされると困るからさ、オッケーちょっと一回ここ、そうね、ちょっとよいしょ、PC もいながらやっとる、やっとるの、その自信がよく怖いけど、やっとるえ、怖い、ちょっと私が怖いわ、怖い知った、はい、見える、そこ、見える見えますか。オッケー座ってやったの初めて、待って、怖、じゃあ新しい、奇跡の集中力見せてて、待って、そんな、いきます、待って、かけない、持ち方がもう怪しいもん、どうやって持つのか覚えてる、これ誰か、こうだよ、こう、違うよ、こうだよ、やーちゃんやった方がいいんじゃない待ってなんか、いきます、こうね、だからこうだって、こう、もういいよ、こうそれで、はい、いきます、タイトルコールして、3、2、1みたいな、タイトルコール、じゃあ、あやなのけん玉まで3、2、1。乗らへんやけ全然乗る要素がなかったよ、今あのね全然乗らへんよ、ほんとに奇跡だったの、あれ、あの後ニュースの、全然そんな真剣な顔してないほらほら、みんな、あーって、ほらごめんなさい、ほらごめんなさいね、1個
個言い訳していいですか。本当にやったことなくて、カッってそのなんか2位だったね、その方と、うん、後々対決をまたしたんですよ、リベンジって。その人がすごい上手くて、うん、もちろんできないっていう、 その方はけん玉が得意っていうことで出てたんで、ああいうのに負けた。そう、惜しくねえよって。ほら切り替えていこう切り替えていこう、よし、気持ちを切り替えて、気持ちを切り替えていこう。じゃあ次のニュースいきましょうか、はい、続いてのニュースいきたいと思います。はい、続いて11月7日金曜日のニュースいきたいと思います、はい、じゃじゃん、坂上忍さん、橋本環奈さんの天使すぎる笑顔に降参。じゃじゃじゃんじゃ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 ん。俳優の坂上忍さんとアイドルグループレブフロム DVL の橋本環奈さんが7日に都内で行われた、はい、ベストスマイルオブザイヤー2014の授賞式に出席はい、ベストスマイルオブザイヤー2014の授賞式に出席しました。はい、ですね、橋本さんから、うん、坂上さんはニュース番組など真面目な時はしっかり厳しい表情なのに、はい、笑顔は人が変わったようにチャーミングで無邪気、15歳の私が言うのもなんですが、少年のような笑顔が素敵で魅力的と、天使すぎる笑顔で褒められると天使すぎる笑顔で褒められると、さすがの坂上さんも何でも買ってあげると降参の様子でした。だってそうなんや、うん、でも噛みすぎちゃうすいません、すごいな、すごいね、レイちゃんのこと言えへんで、やばいな。最近レイちゃんもそんなに噛まないんだよね、しかも意外と。でも本当に今年このニュース見たんですよ、うんうんうん、2人とも本当にめっちゃ笑顔素敵だなって。ここに載ってるんですけど見てください、見えますか、ね、めっちゃ本当に素敵な笑顔なんです。見えますか、じゃん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 、そう、もう優しい笑顔してもう本当に買ってあげるよみたいな本当に。いや、私がカンナちゃんにそんな笑顔で言われても言うもん、ああいうのも確かに可愛いもん、カンナちゃんに言う、何でも買うよってね、うん、でもなんかライブとかで、うん、なんだったっけ、 TIF、うんうんうん、とかでちょっとパフォーマンスとか見せてもらったけど、うん、やっぱ可愛かったな、可愛かった、すごかった、もう透明感すごかった、うん、いいね。でもなんか1000年に1人の逸材、逸材、うん、でも最近中国の SNH48 さん、うん、はいはいはい、では4000年に1人っていう、うん、おー、中国4000年の歴史にちなんでみたいなやつですか。それがよくわからない、違うんですか、それがね、ごめん、ちょっとよくわからない、わかんないんだ、そうなんだ、そういう難しいことはよくわからない、ね、あんまちょっとよくわからない、ね、そう、なんかね、聞いたことはある、やんわり、うん、でも4000年に1人でねなんかすごい恥ずかしいやつみたいな、どうしよう、恥ずかしいやつ、なんか私もわかんないから、なっててかわかんないけど知ったかぶりみたいになっちゃった、どうしよう、お互いわかんないそうそう、そうね、なるほどなるほど、だから4000年に1人って、うん、あ、なんだっけ、なんか動画出ますか、あ、動画はね、見てください皆さん、うん、あ、調べてください、調べてみてくださいぜひぜひ、はい、続いてのニュースに、あ、そう、行こう、行きたいと思います、はい、そしてですね、土曜日、じゃじゃじゃんじゃん、好きなスポーツ選手、あ、これタイミングが難しい、もう一回いらして、今日土曜日ってね、うん、そして土曜日、おし、好きなスポーツ選手錦織圭さんが首位、はい、女性は浅田真央さんが2連覇。おお、スポーツの秋にちなみオリコンスタイルでは、うん、この時期恒例の第8回好きな男性女性スポーツ選手ランキングを発表、はい、男性部門では昨年5連覇を達成し殿堂入りしたイチロー選手に代わり、9月に行われた全米オープンテニス2014でアジア人初となるグランドスラム準優勝を果たした、パッそう、たは何、果たした、うん、果たした、錦織圭さんが初の首位に輝きました、はい、またですね、女性部門では、うん、フィギュアスケートの浅田真央選手が昨年に続き、はい、2年連続で首位となりました。どう、おー、あんまり噛まなかった、うん、気づいてないだけど、本当、うん、でも、うん、すごいね、スポーツ、そういうのあるんやね、スポーツ選手のランキング、ね、うん、でも、あやなとか好きなスポーツとかはないの？あのフィギュアスケートは、うん、結構見た、みんなで見なかったの、見た、なんかさ、いろんな、こう、浅田真央選手はもちろん、うん、なんかさ、いろんな各国の選手のなんか見て、あの、知ってる？すごい子、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる、すごい子、すごい子、誰誰、いっぱいいるいっぱい、めっちゃすごい子、誰、ロシアの、そう、ロシアの、ロシアの、あの若い子だよね、すごくね、そう、すごく若いけどすごい子もうものすごい、皆さんわかります、あのフィギュアスケートのロシアの子、わかるわかる、
誰か助けて助けて助けるよ助ける今そうだみんなああれねってほら、うん、そうそうでねそうロシアの子はみんな分かってるよね、うんザキローニじゃないザキローニじゃないザキローニじゃないあ、リプニツカヤさんそうだそう、リプニツカヤ選手あの子すごいよ見た見たよ、すごかったにもう、にゃみたいな体の柔らかさ、ギョンみたいなしかもめっちゃ可愛いしな可愛い若いよねそう、素敵なの本当にすごかったっていうのでね、すごいテンションが上がってるんですけどすごい、いやもうでも、ハルンとかは、うん、羽生選手のニュースとか見てね、うん、なんか今でもすごくない怪我してもその後すごいあの試合、うんうんうん、大会みたいなの出て精神力だねそうでも2位になってね、うんうん、すごいねすごい本当にすごいプロ意識がものすごいと思って、うん、これからも目が離せないですねはいそうですね、はい、ということで続きましてですね足立由美さん芸能活動30周年を振り返る、うんはいいい子に反発した時期もあったということで、はい、私たちの事務所の先輩失敗した事務所の先輩足立由美さんなんですけれどもごめん先輩のニュースで失敗したごめんなさいですね、約20年ぶりとなる主演映画、うん、花酔い道中で初めて挑んだ大胆な慣れ橋妹大の女優の足立由美さんが、うん、オリコンスタイルのインタビューに登場されました、はい、この記事でですね足立由美さんは芸能活動30周年を振り返り、はい昔はいい子でいたかったし逆にいい子に見られることに反発した時期もありましたが大人になった今ようやく人間にはいろんな面があることを表現することが許される年齢になった少しずつ人生経験を積んだ分、うん、前よりも説得力を持って演じられるようになったのかなと述べられたそうですなるほどね芸能活動いろんな経験してるからこそいろんな、うん、ね、うん、演技ができるっていうかね、ねすごいね本当にすごいってことはじゃあ芸能活動30周年ってことは今って年齢とほぼ同じってことですよねそうってことは、うん、ずっとずっとそうってことやんな生まれてからもずっともうほぼ生まれてからずっと芸能生活してはるってことやんなすごいなんでしょなんか、うん、同情するなら金をくれっていう、うん、そうあの有名なそう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 でもさ、うん、思ってんけどさ、うん変わらんと思わんおもろんやておもろんおもろおもろおもろなんかさすごいちっちゃい時の映像とかもさ未だにすごいいろんなところで見るわけなんか、でも足立由美さんってさずっとずっと可愛くない、うんうん、ずっとずっと可愛くない声もすごい好きなんですよ私足立さんのいいねでもあんまさ事務所とかでお会いしないじゃないですかそうですねなんかあんまりだからお会いしたいね挨拶したい一度ねお話とか、うんお話までも行かずとも挨拶、うん、ね、うん、してみたいですねできたらいいですねあれですかあの20年後30年後って、うん、まあ何してたいなみたいなこの仕事続けてたいなるほどね、うん、女優さん女優さんとかモデルさんとかなんか幅広いことに挑戦したいいろんなことやちゃま、うん、私30年後って私いくつ今18うん28、30、50歳ぐらい50歳ぐらいかそうだねじゃあそうだね庭でなんかこう家族とバーベキューとかしてたい、うん、なんかわかるわかるなんかあったかいわかるわかるあでもわかるなんかこうわかるわかる普通わかるわかるけどバーベキュー出てきたそれ庭といえばバーベキューみたいなあ本当本当でもなんか庭ってバーベキューとは関わらないなんか家族全員でテレビ見るとかよくないそうそうなんかね団らんみたいなえ私50歳やったらさ、うん、早かったらさ、うん、おばあちゃんって呼ばれちゃうかもしれへん、うん、まだ大丈夫いや50歳やったらまだ大丈夫かでももしかしたらママかもしれへんそうねわおわおどうするおばあちゃんとか言われてたらわおわおでもいいね綺麗なおばあちゃんになりたいあそうね可愛いおばあちゃんになりたい私こっちに戻っていったらどうしようでもまああり自虐こう来てこう行く感じ大丈夫かなありありありそういう道もあるあそうなくはないまあまあいいか話セットしてあるはいそれでは続いていきたいと思うんですけど行きましょうかここであ突然ですが新コーナーです、はい、今週のニュース四字熟語う はい、やーちゃん、はい、なんでこのコーナーできたか知ってる知らん知ってる知らんじゃあ正直に言ってちょっとわかる、はい、ちょっとわかるちょっとわかる私たち、あ、うん、やーちゃんがあまりにも漢字が読めないということですねこんなコーナーができてしまいました今週のニュースにまつわる四字熟語を勉強しましょうということで、はい、
そうですね、早速皆さんちょっとパチパチしすぎちゃう早速、うん、今回の四字熟語大丈夫なんか今日大丈夫滑舌悪いとかじゃないでそれ以前にめっちゃ噛むでそうちょっと不安ので、はい、早速今回の四字熟語を紹介したいと思います、はい、こちらリン。おお読めるこれ。ああ、うんうんうん、読める読める。うん冷やせ。いや違う。ん、じゃちょっとまず、おお、まずじゃあちょっと私は読めるので。読める？読めるよ。読みを考えるところから、はい、行きたいと思います。満やろ、満月の満。あれ、そうやね。いやもう何も、もう何も、皆さん答え書いちゃダメですよ、絶対ね、ダメですよ。満みデューデュー満みこれ作るっていう字やな。まん、まみこーひ、コーチ。ちゃやちゃん、まみコーチファイナルアンサー。いやちょっと待って、なんか皆さんの反応がおかしい今ここの会場もめっちゃ静かになりましたからね、やーちゃんが言ったことによって。どこまで合ってる？え、ここまでは合ってる。あのね、ここだけ合ってる。嘘、待って待って、ここもう違う。まん、もう分からへん、みやでこれ。まん、まあ、みとも読みます、確かに。まんみ、うんうんうん、うん、続けて続けて。あ、そう、こう、そう、こう、あれな、うん、そう、こう教えません、こう頑張って。あ、コメントにもうまんまみやでとか来てるから。まんまみやではなく、まんまみやでいいんじゃない、もう。マンミ、マンマミヤにする？マンミ、そう、こう、そう、こう、マンミ、こう、ビ、いいですね。じゃあやちゃん、なんかこれなんかこう保険の授業で見た。おお、じゃあやちゃん、やちゃんの読みの答えお願いします。どうぞ。マンミコービ。マンミコービ。じゃあね、正解の発表したいと思います。いきます。満身創痍でした。そうとも読みそうしっくりきてない、まあ、うん、きてない。でも続いて意味を考えたいと思います。意味、はい、でも見てコメント、これはひどい、これはひどい、これはひどい、おい、やばいね、意味深、やばいね、ごめんね。いや、じゃあ意味で挽回してもらいたいと思います、これね。満身、なんて、満身創痍、満身創痍、うん、い、うん、ま、なんか満パンみたいな満パンな体、うん、満腹みたいな、お腹いっぱいみたいな感じのうんうんうん、うん、で、そう、ま、お腹いっぱいの体を作る薬、うんうん、なんていう、薬じゃない、これなんか保険の授業とかで見たことあんねん。おー、満タンな体、作る、うんうん、鍛えられた体を作る。コメント読んでいいですか。この人小学生からやりました。コメントできました。私もそう思う。なんていうの、強い体を作るみたいな。いつもあれですか、なんかマッチョな人みたいな意味ですか。そう、マッチョな人を作るっていうこと。おお、鍛えろ、あ、強い人を作ろうみたいな。おお、なるほど、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。もうそれが違うもん。わかりました。それではあやなは分かってんの。ちなみに分かってる。ちなみにあやなは分かってんの。分かってる。言って。いや、あと答えは、それでは答えを、違う、言って。あやなの答えは何なの、聞かせて。答え、答え聞かせて。待って、一回ほんじゃ、あやなの、いい、大丈夫大丈夫大丈夫、満身創痍、うん、を聞かせてください。え、なんか本気でいいよ、本気でいい、うん、普通の、どうしたらいいか分かんない、なんか微妙、満身創痍、え、分かってへんよ。多分なんか病気をなんか分かんない、でも準備万端みたいな感じ。準備万端。なるほどね、満身だから。なるほどねとか言って、私も全然分かってないんだけ
じゃあ答え、うん、答え合ってるよねこれ。体中傷だらけまたは、うん、精神的になど、うん、ひどく痛めつけられている様子。え、なんかちょっとネガティブな感じのやつこれ。これネガティブな感じ。だって満身って書いてあるからね。なんか満タンな感じ。純満タンみたいな感じ。そう、二人ともあかんかったから。すいませんでした。なるほどね。なるほどなるほど。へえ。あ、これ。あ、これ。マジ。じゃあもう読めるよ。でこの四字熟語にまつわるニュースを、はい、ちゃんと紹介したいと思います。はい。11月10日のニュースです。はい、中川翔子さん満身創痍でツアー完走。はい、歌手でタレントの中川翔子さんが8日福岡のゼップ福岡公演を終え、うん、お骨骨折声帯炎などを乗り越えて全国ツアー貪欲革命を完走しました。9日にお骨骨折なの。お骨じゃない、尾骨。あー、尾骨、尾骨、失礼しました。うめた。尾骨骨折などね乗り越えて全国ツアー貪欲革命を完走されました。うん、9日に更新したブログで、あの終演後に車椅子に座ってバンザイとか、うん、ガッツポーズした写真を載せて、歌がライブがみんなと出会えた全てが宝物、我が20代に一片の悔いなし、最高の時間をありがとうとファンに感謝されましたということで。わーはー、読めたね。読めた。でもすごいね。うん、お骨が骨折尾骨、お骨が骨折して、尾骨骨折して、うん、毎日注射点滴だって。すごい。でもすごいかっこいいな。かっこいい、うん、ここまでしてファンの方を思ってというか、ねね、ファンの方もそれ感動しますよね。ね、私たちもこれぐらい頑張らないと。そうですよ、ね、まず骨折しないように頑張らないと。そこね。頑張りましょうね。はい、ということで続いて同じく11月10日のニュースです。はい、ナルト連載15年に幕。おうおう、はい、週刊少年ジャンプで連載15周年を迎えた人気漫画、うん、ナルトが10日発売の同誌50号で完結しました。はい、最終回は第699話と第700話の、うん、お2話連載で、はい、700話はオールカラー24ページで、オールカラー、すごいオールカラー、うん、そして来年春にですね、新編のナルトカッコカリの短期集中連載決定も発表されたということで、原作は完結しちゃったんですけど、2年ぶりの新作となる劇場版アニメ最新作、うんうん、ザ・ラスト・ナルト・ザ・ムービーの公開が12月16日に控えてます。うん、キャラクターのデザインとストーリーの総監修は原作者の岸本氏が手掛け、すでに公開された特報映像では成長し大人の姿になったナルトの姿が登場しています。それ見たぞ。だって嘘、それなんか見たぞ。そうか、すごくない？でも完結したんやね。え、だってばよ。そうそうそう、合ってる。そう、びっくりした今。あれだからそういう風に来ると思わなかったから、ちょっと今。だってばよのやつ。だってばよ。そう。アニメとかでも結構ちっちゃい時とか学校帰って見てた。全部カラーってすごくない？すごい。そう、そうで、なんかイメージとその関東の方のなんか漫画がもう最初の 2,3 ページちょっとカラーみたいな。ね、そうそうそう。は、ね、あの、まああるけど。うん、全部カラー、私も読みたい。あ、漫画みたい。ね、でも、なんかいろいろさ、漫画ってあるやんか。うんうんうん、ライナーの中でこう、この漫画良かったよみたいなのある？お、私は、あの、今もずっと読んでるんですけど、うん、君に続けが、結構前に、ね、映画でもやったんですけど、私漫画をずっと見てて、うん、今ももうずっと継続中。あ、まだずっと続いてる。ずっと読んでる。なんかピュアピュアな感じなんですよ、本当に。ピュアピュアな感じ。ピュアピュアな感じが本当に、本当に、いいんです。うん、サワコちゃん可愛い。あの風早くん爽やか。恋愛系の漫画。そう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 。ちゃんとこう、あの少女漫画？少女漫画で結構恋愛系の漫画なんですけど、うんうんうん、本当にピュアで可愛らしいんですよ。優しい。皆さん読んでますか？君の届け。読んでるかな。心が本当あったかくなるから、ちょっとぜひ。アオハライドね。いいね。アオハライドね。アオハライドもキュンキュンするね。トマキョンが持ってたっけ、アオハライド。うんうんうん、すごい。分かる。あとは近距離恋愛ね。映画になるね。なったのね。なった、見に行った。もう見た？もう見た？まだ見てないのに。近距離恋愛って結構前からやってる。そう。うん、まだ見てない。見に行った。いやー、見たい。あのね、キュンキュンするキュンキュンする。もう私見た方いるのかな。全部漫画持ってんね。全部持ってん。全部見てんの。どう見たん？見た。私よりさっきに見た。え、漫画持ってんの？今度見して。全部持ってるよ。え、見して今度。キュンキュン恋愛。映画見てんやろ。うん。
見たいわ。近距離恋愛。いやー皆さん絶対読んでください。近距離恋愛ぜひ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 。ずっと鼻の下伸びてもあんなですよね。もうね、こんなに、こんなにいいのってぐらいこう、うーってなる。もういいです。ぜひぜひぜひ見てください。見てください、はいはい、おすすめおすすめ。ナルトも読んでください。ぜひぜひナルトの話からそう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 、言葉ナルトも読んでください、はい、ぜひ見てください、はい、ということで続いて火曜水曜の見ていきたいと思うんですけど、はい、衣装ネタが多かったようです。まとめていきたいと思います、はい、11月11日火曜日、うん、林アペー夫妻迷彩服生まれて初めてピンク以外の衣装を披露。あ、なんか二個しちゃった。いいよ、OK、OK、OK。ピンクの装いでおなじみのタレントで落語家、はい、林アペー&パーコさんの夫妻が11日公式ブログを更新、番組の企画で洋画のあるファッションにチャレンジしました、はい、とピンク以外の黄色、ヒョウ柄、迷彩服の3着の衣装を添えて紹介しています、はい、これね、私見たよ。お見てたよ。違和感どうだった？違和感はね、でもね、2人揃ってたらね、ない。確かにな、あるけど、うん、それはピンクじゃないからあるけど、うんうん、なんかね、やっぱりペアやからね。確かに2人いれば心強い。そう、でもすごいよ、なんかピンクじゃなかったら確かにこうなったんやって。黄色ね、ほんと皆さんにもじゃあ見えますか。おお、めっちゃ全部黄色。でもこれはこれで黄色もありかなって思った、うんうん、そういう黄色いい感じだ、キラキラしてるの。そうそう、しかも迷彩、うんうんうん、迷彩とかはね、うん、すごいなんかいつも着てはる服みたいにこうなってるんじゃなくて、うん、なんていうの、ちょっとカジュアルっていうか、ちょっとね おしゃれな感じになってる。いいですね。そうそう、あ、じゃあまた続いても衣装のネタをいきたいと思います、はい、うん、堀北真希さん特注ナース服を初披露。真っ白な戦闘服と気合を入れています。はい、じゃじゃじゃん、じゃん。女優の堀北真希さんが来年1月にスタートの主演ドラマ、うん、真っ白で着用するナース服姿を初披露しました、うん、堀北真希さんは衣装はこのドラマのオリジナルデザインなので、うん、ウエストのフリルが特徴的で可愛いです。ほんまや、可愛い。じゃんじゃん。看護師さんの真っ白な戦闘服だと思って、うん、これを着るときは気合を入れていますとお気に入りの様子です。でもこのナース服めっちゃ可愛いで、うん、可愛い。フリル可愛い。いやでもいいね、ナースね、うん、素敵。いやーナースって素敵な、うん、素敵、可愛い。着てみたいナース服。いいな、いいな、いいな、ナースいいな、いいね。めっちゃ羨ましがってるじゃん。ナースいいの、わかるけど。私も着たい、うん、今度頼んでみな、誰かに。ギャルズはコスプレ好きだよね。コスプレが好き、ね、趣味がコスプレなんですけど、ね、え、やったことないの？あるよ。お、え、見たことない。さ、みんなこう、うん、サンミューのハロウィンの定期ライブの時は、うんうん、サンミューメンバー全員で私がプロデュースしたコスプレをみんなに着てもらって、うんはい、したじゃないですか。あった。あれのはチャイナー、ハロウィン、ハロウィンだけどチャイナ服を着ました。そう、ハロウィン完全無視してチャイナ服にしたんですけど、うん、がっつりチャイナ服着ましたね。まあどうでしたか？でもね、楽しかった。うん、よかった。楽しかった。なんか皆さんこれ来てくれました、見に来たよみたいな感じいますか？いるかな、いるかな。お、でもチャイナ服よかったよとかいろいろ書いてくれてる人は見てくれてたんだ、うん、最高。おー、やーちゃんだけ勝ち。そう、うん、私はそうやーちゃんの左手か右手に包帯巻いてあったんですよね。左手です。いや嘘、右手です。あれもコスプレの一部。そう、あの、私もうずっとみんなに、うんうんうん、あのキャラクターは何なんだってずっと言われてたんだけど今ここで言いますね、あれはオリジナルです。え、そうなの？そうなの。自分で作ったキャラクター、金髪のね、そうセーラー服少女。そうなの。包帯もじゃあセルフプロデュース。セルフプロデュース、すごいな。そうそうそう、ガチじゃん。すごい、コスプレ大好きなので、次ね、セーラー服やりたい。じゃあセーラームーンやりたいの。あ、セーラームーン。そう、セーラームーン着てみたいの、憧れ。私ジュピターいいね、ジュピター、ね、お、いいね、いいね。あ、そして続いてまたまた衣装ネタです。じゃじゃじゃん。11月12日水曜日、佐々木さん、柏木さん、入山さんらキャバ嬢神セブンコスプレでノリノリ、うん、テレビ朝日系ドラマ黒服物語にキャバクラ嬢役で出演中の佐々木希さん、柏木由紀さん、黒川智香さん、そして入山杏奈さんら、うん、主要キャスト7人のコスプレ姿が公開されました、うん、普段はセクシーでゴージャスなドレスに身を包んでいるキャバ嬢たちも、この日は佐々木さんはサンタクロース、柏木さんはナース、黒川さんはミニスカポリス、そして入山さんはキャビンアテンダント、そして諏訪宮子さんは女子高生、そして杉本さんはチャイナドレス、そしてカナダさんはミコに扮し、それぞれ個性をアピールされました。ニコって何？
みこさん。みこね、うん、にこって聞こえる。みこ、みこさん。そう、でもすごいいっぱい。え、かわいい。え、かわいい。いや、ミニスカポリスいいね。セクシー。あ、そのアドレスいる。いや、でも待って、うん、このさ、ナースいい。なんかちょっとセクシーだね。セクシーだね。セクシーナースって感じ。いや、でもみこさんもね、私したい。うん、みこさんいいね。みこさん、みこメイドはしたことあるよ。みこメイド。そう、みこさんのメイド服があるの、うん、え、そう、そういうのやったことあるけど。そう、皆さんどうですか。どうですか、どうですか。あやなには、うんうん、なんか皆さん的にはあやなはどんなコスプレしてほしいですか。職業コスプレ、うん、何が似合うと思いますか。てん、なんだ、なんだと思う。職業やろ。個人的にはナースをやりたい。普通に、普通の白い服。あやなのナースは不安だから嫌だ。なんで、なんで。え、あの、あれはいい。あの英語と社会とかの先生すごい、なんて言って、なんかね、コメントすごいしづらいところにすごいコメントしづらいんだ、それなんか英語と社会の先生。英語と社会、英語と社会の先生。英語と社会っぽい顔する。やあちゃん、やあちゃん、なんだろう、何の先生っぽい。いや、先生保健室の先生。嘘、保健室っぽい。大丈夫、うん、私多分容赦なくこう消毒液とか、うん、赤いメガネとかかけてほしい。わお、赤メガネとかかけて。わお、私保健室にいたらめっちゃうるさいタイプやけど大丈夫。見せかけてガッとかやっちゃうタイプ。意外と、ね、いいギャップ。痛いの痛いの飛んでけって。そう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 、優しいなくなったらゴーっていくタイプ。なるほどね。あ、やりたいね。そうそうそう、いいね、面白い。そうそう、で、あれ、うん、あのさ、うんうん、その職業コスプレ、うんうん、があの私たちの今週末にある、うん、あの個別握手会があるんですけど、はいはいはい、その握手会でなんと、うん、職業コスプレサビューしたいと思っている。イエーイ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 。はい、そうなんですよね。1部は私服で2部が職業コスプレということで、そう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 、そのコスプレのまま握手会をするっていうね、うん、そう。いや、もう楽しみです。いや、楽しみですよ、本当に。いや、今回は私プロデュースじゃないんですよ。そう、今回私が決められてきた側なんで。私も決められた側。ちょっとドキドキ。皆さん楽しみにしててください。はい、いろいろな意味で楽しみにしてもらえたら本当にいいなと思います。そして、はい、いきましょうか。ラストのニュースいきたいと思います。はい、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん。あ、はい、関西弁少女エヴァちゃん、うん、小熊の着ぐるみで登場。うん、はい、ということで可愛かったよ、うん、ランドセルの CM で話題の関西弁少女エヴァちゃんが12日都内で行われたイオンスマホ親子セットの発表会に出席しました。はい、この日、小熊の着ぐるみ姿で登場したエヴァちゃんは報道陣を前に少し固い面持ちになりつつも、フォトセッションにはフォトセッションではリクエストに応えて手を振り、可愛らしい表情を見せました。はい、いや、これ可愛かった。これね、私見たの、うん、めっちゃ可愛い。可愛い。関西弁、もう抱きしめたい。そう、ちょっと抱きしめたい。動画がね、はい、あるみたいなので、はい、皆さん見てください。はい、どうぞ。じゃん、チャララン。いけるかな。音がないです。はい、あの音はじゃあ綾菜がつけてくれます。はい、どうぞ。なんでやねん。あ、魚釣れたよ。そういうのじゃなかったけど。熱い、汗かいたな。熱いわ。あ、無事に帰ってくれるかしら。親子セット3980円。3980円。マグロ釣れたよ。マグロ釣ってきた。で、これがね、エヴァちゃん、あの小熊の着ぐるみで、うんうん、ちょっと恥ずかしくて喋れなく、あんまり喋ってない。そうそう、そこもまた可愛い。そうなの。しかもね、最後にね、手振ってくださいっていうのでね、うん、手振ってるんだけどね、もうね、恥ずかしくてちょっとはにかんでこうやってってなってたね。可愛い、本当に可愛い。こうも私の関西弁とエヴァちゃんの関西弁は違うかっていうぐらい可愛かった。もう可愛い、本当に可愛い。だってもうサミューの楽屋で飛び交ってる楽屋とは全然違う。本当にこの飛び交ってる関西弁とね、うん、違う。エヴァちゃんが使ってる関西弁とね、全然違った。可愛さが違う。まったりしてた、すごい、うん、癒されるって感じ、ね、いいですね。いや、本当に可愛い。はい、ということでですね、はい、ちょっと神々で申し訳なかったんですけれども、はい、ニュースは以上になります。はい、はい、以上、芸能デスクのエンタメ1週間でした。はーい、ほい。
たシングルの、はい、あの CD シングルの週間ランキングを、うん、週間ランキング今から紹介していきたいと思います。はい、週間ランキングか、はい、そうですよ。おお、長いね、この音ね。長いね。え、これもかぶせていいの、これ。あ、かぶせた。終わった終わった終わった。じゃあ、はい、早速10位からいきたいと思います、はい、第10位、はい、コード V さんのネバーエンディングストーリー。はい、第9位は乃木坂46さんで何度目の青空か。そして第8位、凛としてしぐれさんのエニグマティックフィーリング。はい。そして第7位、アップアップガールズかっこかりさんでビューティフルドリーマー、全力バン、あ、全力パンプアップウルトラミックス、いただきを目指せ。そして第6位、ゆうすけさんで君一つ。はい、そして今から第5位ですね、はい、さあ行きま、第5位頑張って。はい、第5位はポルノグラフィティさんでワンウーマンショー、甘い幻。そして続いて第4位、ドリームさんでダーリン。そして第3位いきたいと思います。お、第3位は私立恵比寿中学さんで排他的。そして第2位、東方神起さんでタイムウォークスワンダーズ。はい、そしてお第1位はジジ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 らしくない。おー、はい、これすごいですよ。おー、はい、これね、この今言ったオリコンの週間 CD シングルランキングをお届けしたんですけど、うんうん、あの2位の東方神起さん、うん、はい、先週もね入ってたんですけど、うんうんうん、東方神起さんはシングル の、うんうん、あの総売上枚数が 408.8万枚。すごい。で、あの海外歌手部門でね、うんうんうん、あのアグネスチャンさんの401万枚の売り上げを超えて歴代1位という、うんうん、すごっ。408.8万枚ね。すごいすごいすごい、すごくない？すごいよ。100万枚が4個すごい、すごい分かりづらい例えだ。100万枚が4個。そうだね、確かに。100万枚が4個すごい。1枚が408万個だね。え、そりゃそうかそうだね、すごい。これが408.8万個。え、もうね、ごめんなさい、わかんない。もう見えない。もうね、もはや見えない。すごいね。すごいよ。これを見てハルルンがすごいテンションが先週上がってたっていう。そうそう、なんか声が裏返ってたけどね。さすがハルルンですね。なんかあの、うん、好きなんですよね、そのあの K-POP 曲がね、うん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 、好きらしいんですけど、うんうん、ね、はあー、ハルルンしちゃった。あやな的にはなんかこのトップ10でなんかいいのとかありますか、ね、気になっている。アイナは乃木坂46さんの何度目の青空か、あ、これでね、めっちゃ気になってて、そう、はい、第9位、9位ね、そうなんですけど、はい、乃木坂さんの曲が結構好きで、はい、なんかあの気づいたら片思いとか、うん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 、結構いろいろ聞いてたりだとかするんですけど、すね、あと7位のアップアップガールズさん、こちら、ね、うん、アップアップガールズかっこかりさんは、はい、ライブとかでたまになんかご一緒させていただくので、うんうん、そう、なんかすごいサミュー頑張ろうってね、なんかすごい刺激されるよね。そう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 かなって感じ。すごいタイトルもね、いっぱい。ビューティフルドリーマー、いいね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 。で、うん、あとはね、うん、あ、そうだそうだそうだ、この、はいはいはい、NMB48 さんのらしくない、はい、うん、ハルルンがね、この PV、 あの MV がね、うん、いいって、え、すごい、まだ見てない、おすすめだって言ってたので、今日終わったらすぐ見よう。皆さんもまだ見てない方はぜひね、うん、チェックしてください。見てください、ぜひぜひ。はい、はい、さて、それではここで、うん、速報です。お、生放送ならではなんですけども、うんうん、本日集計されたシングルデイリーランキングを発表したいと思います、うん、はい、はい、次はね、デイリーランキング、もう今日今そう集計されて出てきたんですけど、これなんか生放送って感じだね。そうですよ、生放送。それではじゃあ今からいきますか、はい、それではいきたいと思います。はい、それ見せなくていいよ。あ、見せなくていいな、それ私たちが見るって。失礼しました、見えないから、うん、じゃあ、はい、いただきたいと思います。はい、第10位、うん、もう一回流そうか。もう一回お願いします。何回か流して、もうちょっと流して。これでこの音、テクマクマヤコン。よし、準備整った。はい、いきます。第10位、BT ホービーさんの、はい、ボウジャパニーズバージョン。
はい、そして第9位は宮野真守さんでブレイクイット、読めた。そして第8位、はい、ブリーズ工房さんで、うん、ロマンスを語って永久の歌、はい、トワの歌、トワの歌ね、はい、トワの歌です、はい、どうしてやる。、はい、そして第7位は、はい、美和さんで希望の輪、もう合ってる合ってる合ってる、月食ウィンタームーン、合ってる、うわ読めた。はい、第6位、うん、超特急さんで、はい、スタージャージャースタージャーギアスターギアージャー、そしてエビデイエビナイバーンバーン、気合入ってんな。やめたやめたバーン。あの本当に申し訳ないです、すいません。そう、これ速報だからね、そうちょっと難しい、だからちょっと多めに見てください、早く覚えたいと思います、はい、そして、はい、第5位だね、うん、はい、第5位は安室奈美恵さんでブリーズ・ザ・デイ、みたいな、ブリーザーデイ、ブリーザーデイ、ブリーザーデイ、ブライダーデイ、ブライダーデイ、はい、ブライダーデイ、大変失礼しました、申し訳ない。そして第4位、フラワーさんで秋風の朝、はいはい、そしてプランタン、あ、第3位、プランタンさんで、高坂ほのかさん、飛ばしてプランタンさんです、はい、で永遠フレンズ、はい、はい、それでは第2位、愛子さんで私の向こう、はい、そして第1位はキンキキッズさんで鍵のない箱、おー、はい、これ皆さん頭に入ってますか、はい、すいませんでした、申し訳ありません。お勉強頑張りたいと思います、はい、一緒に頑張ろう、ね、はい、頑張ります。はい、この、うん、この CD シングルランキング、うん、あのデイリーね、うんうん、どうですか、いやなんかあの、うん、私がなんだ、フラワーさんの秋風の朝は、私、あ、大丈夫、ごめん、大丈夫、言う、大丈夫、いや、秋風の朝はあのミュージックビデオすごい見てるんですよ、私フラワーさん結構好きで、はい、レイちゃんのとかも結構好きなんだけど、本当にすごいみんな可愛くて、ダンスもすごいかっこよくて、ミュージックビデオもすごい良くて、本当におすすめです、はい、どうぞ、私どうぞ、あのさっき飛ばしてとか言ってプランタンさん、うん、言ったじゃないですか、ミューズだったんですね、ミューズですね、好きなの、あのね、聞くのよくね、あのね、よく聞くのだからね、永遠フレンズって聞いた時になんだっけと思っていろいろ考えて、うん、でこう名前とか書いてあるのを見て、うん、え、知ってると思って、うん、今見たらミューズなのね、ミューズさんなのね、そうなのね、うん、好き、私も一個言っていいですか、好き、うん、ベリーズ工房さん好き、はい、もうとてもね、うん、3月まで好きが詰まってますね、本当にもうちょっとね1ヶ月同級されるということなんですけれども、ね、本当にこれを私もこれもミュージックビデオ見てるんですけども、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください、はい、はい、それでは以上オリコン CD シングルランキングでした、はい、なんだわちゃつーコーギー、はい、2回目のわちゃつー、そろそろお別れの時間となってしまったんですが、はい、がです、はい、先お知らせしようかな、先お知らせしよう、わちゃの左手にすごい怖いものが、先お知らせしよう、あのやっぱりこれ出してからやとちょっとトラウマでさ、やっぱりこう耳に入ってこうへんってなるから、はい、そうですね、じゃあ私からいきたいと思います、はい、これ持っていいかな、うん、あ、じゃあこっちあるね、ある、あった、あった、行け行け、はい、それでは行きたいと思います、サミからのお知らせです、はい、はい、11月19日来週、いよいよ来週なんですけど、はい、来週、うん、あの私たちのニューシングル初雪のシンフォニーが、はい、ついにリリースされます、イエーイ、来週ですよ、待って、はい、来週お茶つ毎週、そう、木曜日、そう、なるほど、ってことはここでまたこうね、うん、まあ、よかったらね、そうですね、もしかしたら、うん、ランキング入っていれば、うん、
発表できますけども、そうですね、いや入りたいので皆さんぜひ来週ね本当にいっぱいリリースイベントやるので絶対遊びに来てほしいです、うん、本当にたくさんあるんですよ、うん、じゃあ詳しい予定を言いたいと思いますが、はい、見てください、はいはい、ですね、15日あさって名古屋のエアポートウォーク名古屋にてリリースイベントを行います。そしてその次の日、はい、東京にある空の門ポニーキャニオン1階にてですね、うん、はい、13時半からライブ&個別握手会を行います、うん、はい、それがね私服、そうそうそう、1部が私服で、そうそうそう、2部が職業コスプレということで、うん、皆さんお楽しみに、はい、はい、そして18時半からですね、うん、トークバラエティのもっとサンミュー D じゃんっていう、はい、ニコ生の公開の妄想を、そうです、その場所からお届けするんですけれども、はい、会場に来ていただくもよし、よし、来られない方はぜひニコ生をチェックしてもらえたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして隔週火曜日なんですけど、うん、あの秋葉原にある秋葉カルチャーズ劇場にて私たちの定期ライブが行われています。ライブでサン&ユーって言うんですけど、はい、うんうん、テーマを毎回決めていて、はい、あのね、毎回いろんなテーマにチャレンジして、そう、サンミュー楽しいライブをやってるんですけど、次回は11月25日なんですけど、その時のテーマが、うん、メンバープロデュースということで、はい、私たちがプロデュースしてる公演なんですけども、はいはい、いやこれはね、いやもうめっちゃ楽しみ、もう絶対来てください、絶対来てほしい、絶対楽しいよ、そう、みんなでいろいろ話し合いとかしてやることがちょっとずつ決まってきてて、そうそう、これしようこれしようって決めてる、来てるので、はい、あ、これだ、はい、ほう、そうそう、本当にぜひ皆さん来てほしいです、はい、そう、絶対遊びに来てください、はい、火曜日です、秋葉原です、はい、はい、そしてそして、うん、ここからは、はい、本当に大事なお知らせなので皆さん耳をダンボにして聞いてください。ダンボ、ダンボいや、ダンボにしたの、オッケー、ダンボしてて、ダンボ、ダンボ、行きます。1月17日、2015年の1月17日、サンミューライブ2015サン&ユーにセカンドアニバーサリー純白宣言っていうワンマンライブを、はい、東京にある青山の草月ホールにて行います。草月ホール、そう、草月ホール、いや、サンミュー、ほんと久しぶりのワンマンライブで、はい、うん、4月以来、9ヶ月ぶりとか、ほんとにね、久しぶりなんですけれども、本当に会場も広くて皆さんに楽しんでもらうと気合十分ですので、はい、もう本当にぜひ遊びに来てほしいです、はい、チケットピアにて、うん、チケット発売中なので、はい、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、はい、最後に、はい、じゃじゃじゃ、待ってよ、いいってやめてよ、いいって、やめてよ、やばいってそれ、本当にやばいって、やめてよ。1個言っていい？じゃあこれね、知ってる？これこんな顔してるけどデビュー前日だからね。これやめて、待って、1個言っていい？1個言っていい？何？一瞬一瞬一瞬、はいはいはい、アリアちゃんのデビュー前の、デビュー前のアーシャじゃん、アーシャじゃん、アーシャじゃん、なんでアーシャじゃないの？おかしくない？いや変わんなかったって、おかしいよ、おかしい、髪の毛の長さしか変わんなかったってことは、デビュー前日、デビュー前の写真ですから、やっぱり、いや、これは別に私アーティスト写真を持ってきてるんじゃないんです、うん、デビュー前の写真を持ってきてる。おかしくない？扱いおかしいよね、絶対。待って、おかしい。なんで2人とも綺麗に写っとってもらってるじゃん。え、めっちゃ綺麗よ。違うじゃん、めっちゃ綺麗に、違うじゃん、一口でいけそうなんの違うじゃん、なんなんこれ、なんなの、そういう番組なの、これは。なんなのこれ。で、これは、うん、あの次回、来週ここに貼られてますから。いやだ、本当にやだ、本当にやだ。これ来た子たち、言ったらあかんで、これ来た子たちみんなの増えていくから。わかりました。え、本当にやだ。はい、皆さんこれ覚えてね、うん、だってもうコメントとかひどいじゃん、もう、うん、ほら、綺麗に食べるって、ほら、うん、そうそう、デビュー前の多分大阪とかの、そうそう、皆さんいいでしょ。いや、本当にやだ。ワイルドだろ、ワイルドだろよ。ワイルドだね。ワイルドだよ、ほんと。デビュー前日とは思えないね、緊張感のなさがね。もう緊張感なさすぎだから、本当にすごいな。はい、そうですね、本当に。そしてもう一つここで大事なお知らせがあります、うん、ちゃんと聞いてくださいね、皆さん。これはちゃんと大事なお知らせですね、はい、うん、はい、次回の来週の、うん、あのこのわちゃつなんですけども、はい、来週は時間が少し変わります。来週だけね、はい、うん、いつもは19時から放送してるんですけども、はいはい、次回来週は夜9時半からの予定です、はい、あのこれには理由がありましてですね、来週は私たちのニューシングル初雪のシンフォニーがリリースということで、はい、リリースイベントがたくさんある
るので、そう、渋谷でやってるんですよね。そうなんです。そのリリースイベント終了後、急いで来て急いで放送するからね、見てね。そうこれことだよね。もう耳に入ったの、これ覚えられる、覚えた覚えた覚えた、はい、20時半、うん、なので20時半じゃないよ、21時半からです。来週はね、皆さん、それでは来週もしっかり見て、しっかり耳ダンボにして聞いてください。はい、皆さん今日ありがとうございました。ありがとうございました。それでは来週21時半にお会いしましょう。せーの、バイバーイ、うん、もう一回、またねがいい。わ、ま、かった。そこ、こだわり。台本にバイバイって書いてある。私はまたねに変えた。わかった。またね。わかった。せーの、またね。